合算年間売上ランキングの発表です。第1位その時は軽い気持ちで始めました。彼がゼロから僕に教えてくれて、その後はもちろん僕の中でいろいろ変わることはありましたけど、根本は結構彼が教えてくれたことがベースで今もやってるので。話ちょっと戻して、なんで要は、はい、兄貴はなんでホスト辞めるんですか。辞めて何するんですか彼。いやよくわかんないですね。去年の8月なんで、今1年以上するんですけど、でも慣れちゃうとなんかあんまりこう景色も全然なんか見ないと思うし、いいとこ住んでいいもの持って、そういう先輩に俺はついて行きたいなって自分だと思うんで。俺今月辞めるからさ、彼女とかいるんじゃないかぐらい、俺結構これね会長にも聞かれたんだけど、お前大事なやついるの。すいません、いないですこれは何て言ったんだけど、本当申し訳ないですけど、いないです。今日は何の会ですか。今日黒崎総一さんにちょっとマイクつけて微着してます。私もうやめるんですよ。なんかうっすらなんかロケしてちょいちょい言ってるんで、あとで聞いてみようかなと。そのまま家ついていくんですよ。OK 出しました。
オーケーしましたよ、普通に。俺も行ったことない。行ったことないですか、はい、楽しみですね、あの家に来てる。相当いいとこに住んでるイメージですよ、代官山とか。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。やりつつ、あ、このままついてくるんですね、マジで。お住まいはどちらなんですか、ちなみに。西新宿です、今。 去年まで代官山住んでたんですけど。徒歩で帰るんですか。いやいや、タクシーです。あの、カットされるから絶対これ。孫さん人気っすね。怖っ。やっぱ絶対嬉しいやつじゃないですか、あんな若い子に。チャンネルを見てもらってることは嬉しいですね。いやすごいっすよ、なぜか LINE 交換しましたよ。全く意味わかんないですよ、俺。何でも連絡先交換したのに、もうあんない。なんで僕とは連絡先交換しましょうって言わないんですかね。ああ、リアルに今思いましたね。いや、最初の子が握手してくださいって僕握手したんですよ、はいはい、で次の子も当たり前に握手してくださいって言おうと思ってたら、はい、僕の握手を避けて宗一さんに。なんであんだけ騒いだのに、あの、そもそも連絡先交換しましょうって言わないんだろう。1K に引っ越したんで、あの、飲み物ないんすけど、水でいいっすか。あっ、いただきます。ウォーターサーバーしかないですよ、ガチ。リアルな家ですよ。11万7千円ですから、家賃。あれ、57階のタワマンはどこだったんですか。あ、すぐ近くです。あ、そうなんだ。はい、なるほど。あの時は46万ぐらいだったんで。これテレビって、ちょっと待って、テレビ何インチですかこれ。これ70、ちょっと隣立ってみていいですか。これ多分でかさは多分分かんない。多分75とかじゃないですか、多分。え、これ120万ぐらいなんで。めちゃくちゃでかいですよね。この部屋に合わなくないですか、このでっかいサイズって。合わないです。このテレビでベランダ出れます。あ、飛び越えるんです。もともとそのやっぱ広い家住んでたんで、全部持ってきたんですよね、そもそもが。あ、だからこのテーブルもフェンディのテーブルなんで100万ぐらいするんですけど。今冷蔵庫あるじゃないですか、あれとかも。なんか冷蔵庫もソファーとかも入んなくて、もともとめっちゃ広い家に住んでたから。冷蔵庫はちっちゃいんですけど、だからとりあえず早く買わなきゃいけないと思って一番安いやつを買っただけなんで。あ、57階の冷蔵庫はもう処分したってこと。しゃあなしですよ、だから入んなくて。しゃーなしです、本当に。全然尺作れない、これ。これで終わり。もう狭いんすよ。結構これでも処分した方なんですよね、僕的には。だからもう、それこそ今着てた上着をかける場所がないから、ここに放置するんですよ、いつも。あ、クローゼットがないか。いや、ここなんですけど、もう狭すぎて。ちょっと待って、いいか。結構処分したんですよ、これでも、本当に。あー。きついっすけどね。いつからここなんですか。去年の5月ですね。そもそも宗一さんなんかこうイメージ的にはすごく綺麗好きなんですけど、はい、これが普通ですか。いや、まあ綺麗好きです。一応掃除はするんですけど、やっぱ狭すぎて掃除機とかもそこには置いてるんですけど、ね、やっぱかける
なんかこうやってるも終わりなんで。正直こういうのとは捨てないままそのまま放置するんですね。これですか。はい。いやまだいけるっしょみたいな。これはバルミューダの炊飯器。あ、炊飯器とそのトースターとかのやつなんですけど。これ使ってます今。餅焼くときぐらいじゃないですか。餅焼くんだ。この薬って何ですか。サプリです。ちゃんとしたやつです。なんでこんな多いんですか。いや、何サプリですか。ちなみにビタミン E とか、なんか美容系ですよ基本的に。なんかやめてください、病んでるみたいな。あ、いや、これは別にそうしたにそうだ、これはいや、夜の方々ってそういうイメージがちょっとあるから、ご飯どうしてるんですか普段。食事ですか。うん、家で作ってるか、うん、コンビニで買ったやつ食ってます最近は。あ、そうなんだ。じゃあちょっと行ってきます。もうどん底まで落ちて、給料より家賃が高い。本当にあの時が一番きつかったかもしれないですね。 1K っていう場所に住んだことがなくて、うん、今まで22歳の時にタワーマンション、うん、初めて借りたマンションがタワーマンションで、お風呂も広くて、何でやめるんですか。なんか